コソボの戦いは、1389年に、コソボで勃発した、セルビア王国とオスマン帝国による海戦である。1389年6月15日、コソボ平原で、セルビア港、ラザルフレベヤノビチ、ボスニア王、スチェパントブルトコ一世、ワラキア大公ミルチャ一世などからなる、バルカン半島の諸公軍が、アジアからの勢力を伸ばしつつあった。 村と一世位率いるオスマン帝国軍と改戦した。戦いはオスマン帝国軍の対象に終わった。この戦いの結果、オスマン帝国はドナウ川以南の支配権を確立し、セルビア・マケドニア・ブルガリアはオスマン帝国への服従を強いられる。この戦いでオスマン帝国はバルカン半島征服に大きな成果を獲得した。ところが村と一世位はセルビア貴族、 ミロシオビリッチの越権の際に差し殺されてしまう。そしてオスマン軍は、報復に、捕虜のセルビアコーラザルを殺害。すぐに、バヤジと一世が、スルタンに即位。バルカン征服事業を継承する。オスマン帝国というイスラム勢力が、バルカン半島での存在感を確固たるものにしたことは、ヨーロッパキリスト教世界を刺激し、神聖ローマ皇帝。 ジギスムン島をはじめとするヨーロッパ諸行は十字軍を結成し1396年のニコポリスの戦いに至る。戦地となったコソボはセルビア王国の聖地となった。後、1980年代にセルビア民族主義を掲げるミロシェヴィッチが台頭をすると、コソボの自治権を大幅に制限し、クロアチアボスニアヘルツェゴビナなどで難民となった。 セルビア人を入植させる政策が取られた。このためコスボでの民族バランスが大きく崩れることとなり、1990年代後半のコスボ紛争へとつながっていった。6月28日と書かれることも多いが、これはグレゴリオ歴に換算したものである。グレゴリオ歴の施行は1582年で、コスボの戦いの時点では施行されていない。なお、6月28日は、 セルビア正教会の聖者ウィトゥスの祝日であるコビリッチ、コビロビッチともありがとうございます。